スー族は、アメリカ合衆国北部中西部に潜入する、インディアン部族である。その中の最大部族、ダコタ族、ダコタ族、及びナコタ族の総称。有猛果間、しばしば白人と戦い、1876年には、カスター将軍の部隊を全滅させたことは、よく知られている。スーという部族名は、略奪民のスー族に食い物にされていた。 アルゴンキン語族のオジブワ族が彼らのことをナドウエズスー、つまり小さなヘビと呼んだものを17世紀末頃にフランス人入植者が数族と縮めて呼んだものである。別称であるがインディアンは部族同士を別称で呼び合う伝統文化を持っているのでこれは特別な例ではない。ちなみにイロコイ族はナドアと呼ばれていた。 アメリカ連邦政府との連邦条約交渉なども、すべて、数の故障で行われており、現在も、公式の部族名として使われている。数族の TP、数族は、アメリカ大平原に住む三種族からなる、部族連合であり、この部族連合ではそれぞれ、ラコタゴ、ダコタゴ、ナコタゴという三つの数語の方言が話される。19世紀末までは定住せず、夏は、 ティピーに住んで、バッファローの群れを追い、冬は、ウィグワムの、冬の村に住むという、北部平原で、最も勢力を誇った、典型的な平原インディアンだった。三つの種族はさらに細かいバンドに分かれ、それぞれが大平原に分散し、狩猟採集の生活を送った。ちなみにティピーとは、ダコタ語で、住居という意味である。 アルゴンキンゴ族に属し、紀元前4000年頃に、オハイオ州のオハイオ川流域で、スー族が結成されたとされる。そして西に移動し北東部ウィスコンシン州、そしてミネソタ州のミラックス湖やリーチ湖周辺の森林地帯に居住した。スー族と、馬スー族の集団、スー族というと、西部劇映画に起因する、派手な羽飾りのついた冠や、 山嵐の差しの飾りやフリンジのついた鹿革のシャツを着たステレオタイプな戦士像がた々見られるが、これは晴れ着であって日常的な服装ではない。基本的にインディアンは活動しやすい腰布の一枚が定番の姿だった。数族には多種多様な踊りがあり、精霊への祈りを込めた踊りは日常的に行われた。数族の集団の踊りは、 時計回りに踊るのが作法である。1832年に、数族を訪問した、白人画家のジョージ・カトリンは、数族の踊りの多様さに感心入って、彼らの名を、踊るインディアンと改めたくなったほどだと言葉に、残している。熊を狩る場合にはカリウドたちは、熊の紛争をして、熊の精霊の許しを乞うた。また、戦で得た。 敵部族の頭の皮を槍に刺して振りかざし、武勇を誇示する選手たちの、頭皮の踊りは特にこの画家に強い印象を残し、数々の写実画を残している。現在もパウアウでは、様々な踊りが踊られており、踊りのコンテストも模様され、オリジナルな踊りも生み出され披露されている。踊りや、あらゆる儀式に使われる道具として太鼓があるが、移動生活を送ってきた数族の太鼓は、 持ち運びのしやすい手下げ太鼓や内輪太鼓である。映画や漫画には、数族など、平原の部族が、TP の横で据え置き型の太鼓を叩いている描写が、た々見られるが、これはデタラメなものである。白人によって、皆殺しにされたバッファローの頭蓋骨の、山インディアン移住法に基づく白人の居留地、制作は、南北戦争終了後、西部にも及んだ。 数族は断固これに反抗し、苛烈なインディアン戦争を戦った。さらに大陸横断鉄道が彼らの居留地を分断し、平原部族の命の綱のバッファローが戦略的に白人によって虐殺され、絶滅状態に追い込まれてしまい、居留地で狩猟を禁じられた彼らは、飢餓状態となった。居留地への強制定住の引き換え条件のはずの年金の支給は、 居流地管理官のサボタージュと横領で約束通り支払われたことは一度もなかった。植えた数族は暴動を起こし、陸軍が派遣され皆殺しに会うという繰り返しがインディアン戦争の実情である。1868年のララミートリデ条約で合衆国から永久不可侵の領土として保障された偉大なる数の国と現在の居流地白人の和平委員会は、 1868年のララミートリデでの条約で、スー族に対し、現在のサウスダコタ州全域を覆う規模の広大な土地を白人が入ることを許されない、スー族の固有不可侵の領土として偉大なるスーの国を保証した。この広大な領地で、スー族はバッファローを借り、伝統の生活を営むことを公約で約束された。が、 その数年後にブラックヒルズで金が見つかると、偉大な数の国は芝叩く間に白人に侵食され、細分化されていった。リトルビッグホーンの戦いや、ウーンデッドニーの虐殺以後は、懲罰込みの加速度で、数族の土地は没収されていった。こうして、偉大な数の国は、不可侵条約を破った白人によって、粉々に粉砕されてしまい、 飛び地のような各居留地にその面影を残すのみとなっている。数族の野営伝統的に高度な個人主義文化を持つ。男女同権であり、結婚も離婚も男女自由である。これは現在の数の人々にも根強い。男性同性愛者などの LGBT は、ウィンクテと呼ばれ、かつては、戦場で負傷者の手当てを行う役目を持っていた。 他の部族と同様に LGBT が白人キリスト教徒によって徹底的に弾圧を受け社会的役割を持っていない中、数族のウィンクテは現在も神聖な赤子の名付けを行うなどの役割を数族の社会に持っている。多くのインディアンと同様母系社会である。アメリカインディアン運動の活動家であり、スポークスマンであるラッセル・ミーンズは 権利運動の中で何度も白人に殺されかけ、重傷を負っている。ミーンズはこのことについて、恐ろしくはないか、とインタビューされ、数族は、女が支配する国です。女が力を持っている国では、男は怖いものは何もないのですと答えている。細かいバンドに分かれ移動生活を送っていた頃から、数族は、儀式などで年に何度か、大集会を開き、 パウワウを催す。現在も、全米各地で生活している彼らは、パウワウやサンダンスの儀式があるたびにはるばる集まり、交換を深める。数族だけでなく、居留地時代に入って後全米のインディアン部族が、パウワウによる他部族との交流をさらに深めている。バッファローを狩る数族しばしば誤解されるが、数族全体を統率する大集長といったものは、 過去にも現在にも数族をはじめインディアン社会には存在しない。宗長という立場はあくまで朝廷者、世話役であり、誰かに任命されるような性格のものではないし、裁判官や指導者といった役割を持ったものではない。文字を持たないインディアン部族にとって、弁説の立つ者は尊敬され、朝廷者として宗長となる。しかし宗長は主張ではないし、 部族民を従属させたり命令する権限など何も持っていない立場のものである。白人たちは自分たちの政治体制を基本に考え、数族などインディアン部族にも皇帝のような大指導者、大酋長を見つけようとし、その個人とすべての取り決めを結ぼうとした。しかしそのような存在はもとよりインディアン社会には存在しないのである。インディアンは 大いなる神秘のもとに、神羅万象が平等にすべてを共有するという哲学を持っており、すべての物事は、聖なる、パイプによって合議制で決定される。州長は、この合議社会の中での調停者であり、個人的な責任は何もない。大いなる神秘のもと、べてが尊重されるインディアン社会には、他者に命令するという文化がもともとないのである。 ある州長と協定を結んだとしても、インディアンにとってそれは、他のバンドや部族全体とは何ら関係のない、個人同士の取り決めである。部族のすべての意志は、長老や州長たちの合議によってのみ決まるのである。しかし白人には、これがどうしても理解できなかった。合衆国は常に、州長を主張と取り違えて扱ってきた。州長に命令したのだから、 部族民は彼に従うべきだというような誤解が、インディアンは嘘つきだ、白人は嘘つきだなどと民族間の不信を生み、果てには巨大な戦争までをも生んでいったのである。高度な個人主義社会である数族では、男子が戦士になるのも戦に参加するのも、すべて個人の自由であり、彼らの行動は他人の指図で決まる性格のものではない。片手を上げるだけで、 全戦士が猛獣する大衆長、戦において戦士たちを率いる戦争衆長など西部劇映画などに登場するような存在は実際には存在せず白人の全くの思い込みフィクションである。白人たちは尊敬を集める大戦士の姿を見て大衆長だと勝手に勘違いしたのである。大戦士と衆長は全く別個の存在である。 あえて個人の生き方を左右する事柄といえば、それは夢による刑事である。完全狩猟最終民だった数族には農業文化がなかった。現代数の呪術師、レオナルド・クロードッグは、かつて数族とポーニー族が敵対した理由として、反農民だったポーニー族が土地にしがみついて農耕を行う姿に対する嫌悪感が数族にはあったと述べている。 かつての食生活は、バッファロー肉中心に、鹿肉、野生の玉ねぎ、ニンニク、ベリーなど自然界から取れるものを食材とした。鹿は焼肉にされたが、平原でバッファローを仕留めた際には、生き地でその喉を潤し、切り分けた肉は新鮮なうちは、生で食された。増物は胃袋に詰められ、柱を三角錐に立てて、そこから焚き火の上に吊るされ、丸ごと煮られた。 草物の、このシチューを平らげた後は、胃袋も食べられたのである。バッファローや鹿を狩るのは、男の仕事、野生の株や玉ねぎを掘るのは、女の仕事だった。バッファローの肉は細かく裂かれ、天日で干して、ワカンブラピにされる。また他の部族と同様、平原の厳しい冬を越すための保存食として、ワカパピを作る。現在もこれは食されている。 狩猟を禁止された数族をはじめ、居留地の平原インディアンたちは、合衆国から、食料の配給を受ける身となった。インディアンたちは、年金を受け取るために、オクラホマの供給基地に、長蛇の列を作ることとなった。連邦政府が、居留地へのインディアン封じ込めと引き換えに、条約で保障した、食料補給は、生鮮野菜の含まれない小麦粉やバター。 砂糖、粉乳などの一方的な供給であり、狩猟を禁止され、インディアン寄宿学校でさらに未成年者から伝統食に触れる機会を奪われたインディアンは、高カロリーな食事に頼ることとなり、今や肥満はアラスカを含む全米のインディアンの重大問題となっている。小麦粉を練って油で揚げ、蜂蜜をたっぷり塗った甘い揚げパンは、 連邦政府の供給食料をもとに20世紀前後に生まれた食文化だが、すっかりインディアンの伝統食となってしまった。また、白人の持ち込んだ酒は、狩猟という制御を奪われたインディアン男性を酒びたりにさせ、数族の社会に深刻なアルコール依存をもたらした。貧しく、食もなく、飲んで食べて太って、病気に、 数族を含む全米のインディアンを抱える大きな問題である。連邦インディアン衛生管理局の統計では、インディアンがアルコール性肝硬変で死ぬ割合は、全米平均の18倍。インディアンの4大死因は酒による交通事故死、肝炎、自殺、他殺である。サウスダコタではインディアンが居留地外で酔って、車に引き殺されないよう、居留地内に、 酒場が意図的に設けられているのである。20世紀に入り合衆国によって農業を強制された平原のインディアンであるが、米国のオ務省は白人農業主には農業融資プログラムを提供しているのに反して、インディアンに対する農業支援を怠り、融資を行ってこなかった。ビル・クリントン政権は黒人農業主からの人種差別申し立てに対して、 有志援助プログラムを始めたが、インディアンに対しては放置したままだった。インディアンの農業は、彼らの自然観に基づき、なるべく農薬や化学肥料の使用を抑えたものであり、効率的には、白人の農業に劣っている。有志を断られた彼らは、自らの土地を売らねばならなかったのである。ノースダコタの数族農業種、ジョージ・キープス・イーグルは、 周辺の数族牧場主、農業主とともに連邦と農務省を相手に集団訴訟を行った。1981年に遡る、米農務省の農業融資プログラムに対する彼らの代表訴訟と法廷闘争は、キープスイーグルタイアン・ベネマン、キープ・ゼーゲル v ・ V ビルサック・ケースと呼ばれている。キープスイーグルは、この30年にわたる訴訟の中で、 白人はたやすく農業融資プログラムの恩恵に預かれるのに、我々インディアンは融資を受けられず、やれ怠け者だの叫びたりだのと何かにつけのの知られる。これはインディアンに対する人種差別であると法廷で主張した。原告たちの中には、農務省に掛け合っても、白人役人から、あなた方インディアンはいつもただで物を手に入れてるんでしょう。 取り出に帰りなさいと侮辱の挙句断られ、牧畜業を続けるために牛を売り払い、負債を個人年金や社会保障費で補填しなければならなかった者も,もいた。2010年10月19日、ワシントン DC でようやく農務省は全米のインディアン農業主に対し、総額6800万ドルの損害賠償を行い、以後キャンペーンを負担することでキープスイーグルら、 原告団と和解した。アメリカインディアン国民会議のジェファーソン・キール代表は、この数族農業主の勝ち取った和解について、この和解は、一生懸命に働き、成功するために、それでも、機会の均等を探さなければならなかった、アメリカインディアンの農民と、牧場主が待ち望んだ正義をもたらすものですと、称賛の言葉を述べている。 またバラク・オバマ大統領はインディアンに対するこの赤いが黒人に続き女性やヒスパニック系農業主からの同種の訴えに続くものとコメントしている。左は少年の秋地田。右に見えるのは当初に設置した伝統的な墓平原部族の多くは天井の大精霊により近づけるように死者を木の枝や柱の上に葬った。 これらの遺体は白人に盗まれ、見せ物にされたり大学に展示されたりした。二十世紀になると、白人キリスト教会によって、遺体の埋葬が強制され、このような風習は絶滅させられた。他のインディアン部族と同じく、すべてのことどもは、宇宙の真理である、大いなる神秘のもとにあると考える。人間も動物も、すべて神羅万象は、 和漢単価の意志のもとに動かされており、二つ足も四つ足もすべて平等に繋がっており、互いが尊重され、上下の関係が存在しない。あらゆるものが和漢単価のもとに生かされているという考えは、生活の基盤であり、生活と密接に繋がっている。多神教であり、宇宙の真理である、大いなる神秘のもとに、精霊たちが存在すると考える。 数族だけでなく、インディアン全般が持つ、こうした大いなる神秘の哲学は、キリスト教白人から、インディアンは神を持たない、野蛮人であると解釈された。白人たちの、インディアンに神を持たせようという考えは、強制的な同化政策の一因となっている。二十世紀のアメリカ政府による同化政策により、キリスト教が強制されているが、和勘単価のもでは、 キリスト教の上端に位置するイエスキリストすら、インディアンと同等の立場として考えられる。キリスト教も、大いなる神秘の一部であると考えるのである。狼は、偉大な精霊の犬、コヨーテは、精霊の犬として神聖しされる。雲の精霊、幾とコヨーテは、数族の神話、民話に、必ず登場する、トリックスターである。 数族も、インディアンすべてに共通する、大自然をつなぐ四方向きを象徴する、四という数字を申請しする。他のインディアン部族と同じく、現代でも彼らの同族意識は、非常に強く、肉親でなくとも、互いに、おじさん、おばさんと呼び合い、二本足も四つ足も、自然はすべてつながっているとして、儀式の際には必ず、たくへおやしいという言葉で締めくくる。 肉親がなくなると、個人の生活私物を一つ残らず部族で分配する、オトハンが行われる。現代数族では、オトハンが、部族集会所で行われ、MC による信仰で、おのおの個人の私物を持ち帰るという光景がよく、見られる。タタンカヨタケ数族のパイプ数族の宗教指導者、ノロイッシュは、ウィチャシャワカンと呼ばれ、これは、神聖な人といった意味である。 19世紀数族を代表するウィチャシャワカンとしては、タタンカイヨタケが挙げられる。タバコは、あらゆる儀式に使われる、神聖な清めの道具であり、タバコを小さな布袋に詰めてつないだ。チャンリは、ユイピの儀式などの儀式になくてはならない道具である。聖なるパイプは、数族では、チャムンパと呼ばれ、大いなる神秘に許しをこい、部族の安寧を祈る、必須の道具である。 彼らはパイプを吹かし、東西南北の四方向に礼をし、祈りを捧げる。彼らの神話では、大昔に、数族が、飢餓に苦しんだ時に、女神、プテ・サン・ウィンが、バッファローの子牛の骨で作られた聖なるパイプである、プテ・ヒンカラフ・フチャヌンパを数族に与え、彼らを救ったという。この、聖なるパイプは、現在もイタジプチョ族のルッキングホース一家によって、 厳重に保管されている。ミネソタ州にあるパイプストーンでのみ取れるカトリナイトという赤い石は、スー族の言葉ではイミアンシャと呼ばれる。これはそのまま赤い石という意味である。このイミアンシャは、スー族の先祖の血が固まったものとされ、チャヌンパの日皿の素材になくてはならないものである。このカトリナイトの採掘は、長らく条約を破ったアメリカ連邦政府によって、 禁止されたが、現在は、オジブワ族やスー族などインディアンの実が、採掘権を占有している。19世紀末に、すべてのインディアン部族が、居留地に閉じ込められると同時に、アメリカ連邦政府は、インディアン寄宿学校で、インディアンの文化を根こそぎ奪った。1881年には、インディアンの宗教が非合法化された。儀式の話をしただけで、 彼らは白人に逮捕された。インディアン部族代表団の粘り強い交渉で、ようやく1940年代になって、フランクリン・ルーズベイルトが、自虐行為以外の宗教を合法化したが、ピアッシングの儀式などの苦行はなお弾圧禁止された。1968年代に、オジブワ族の若者たちによって結成された、アメリカ・インディアン運動は、強い民族回帰を前面に打ち出した。 彼らは、同化政策で失われたインディアンの宗教儀式の復活を目標に掲げ、数族の呪い師に協力を求めた。当時、数族にはレイ、レームディアやマシューキング、ヘンリー・クロードッグなどの長老、ヘンリーの息子のレオナルド・クロードッグなど、数族の伝統を誇示し続けた伝統派が多数いた。彼らは、AIM の若者たちに、スウェットロッジ、 サンダンスの儀式を教えた。やがて全米に広がったレッドパワー運動は各地のインディアンたちに信仰を復活させ、数族のサンダンスの儀式は全米規模の儀式となった。数族最大の儀式は下死の頃に行われる自然復活祈願の儀式ウィワンヤンクワチピである。これは太陽を見つめる踊りという意味でサンダンスと訳される。 聖火の頃に行われる理由として、20世紀の呪い師、ヘンリー・クロードッグは、チョークチェリーが実り、大地が緑を増し、若い男女が、愛に向かう、2本足も4本足もすべてが喜びに、満ちる時だからだと説明している。マンダン族の、ーキリパーの儀式の一つ。バッファローの頭蓋骨の重しをつけられ、背中に串を刺して、肉が切れるまで天井から吊るされる。 サンダンスにおけるピアッシングの儀式の始祖と言われているのはマンダン族のオーキリパノー儀式で、これがシャイアン族、アラパホー族やスー族多平原の部族に広がる中、最も荒烈なピアッシングの苦行がスー族によって発展させられた。こういった肉体苦行はキリスト教や多宗教にも見られる。狩猟採集を制御としてきた平原のインディアンたちは、 気候と連動した獲物の増減によってもたらされる、飢餓の経験から、大自然の力は衰えゆくものであると考え、サンダンスで大精霊に祈り、自然の力が再び勢いを取り戻すように願う。サンダンスは、インディアンの宗教館である、縁を象徴した広場で行われ、その中央にてっぺんが二股になった箱柳の若木の、ちゃん和館を立てるところから始まる。 儀式全体を取り仕切る、区は、キュアーピによって選ばれた、4人の若者が石膏となり、チャンワカンを探し出し、部族に報告する。翌日、男も女も、羽飾りやビーズ衣装で清掃し、馬に乗って、チャンワカンを捕らえに向かう。木を切るのは4人の処女が行い、絶対に地面に触れないよう広場まで運ばれる。柱を立てる穴には、 バッファローの油学物として入れられ、柱を立てる歌を全員で歌う。柱には、バッファローの川で作った、バッファローと人間の小さな人形を包丁の象徴として吊るす。柱の二股は、ン院ンの巣の象徴である。この柱の周りで、踊り手は4日間。 日の出から日没まで飲まず食わずで太陽を見つめながら、裏声で儀式の歌を歌い、太陽の踊りを踊り続ける。踊り手は腰布一枚の姿となり、顔をペイントし、首に、まじないの包みを下げ、頭と手首に、聖事の輪をはめる。わしの骨の笛を歯に挟み、踊りの真中、これを吹き鳴らす。この音に誘われて、 実際に上空で和紙が集まれば吉兆である。踊り手が失神した場合でも水を飲むことは許されず、政治に浸した水が唇に垂らされるだけである。周りでは呪い師たちが声を限りに儀式の歌を歌い、太鼓を打ち鳴らす。1830年代に描かれたピアッシングの苦行。中央の柱がチャンワカン。現在のピアッシングもこれと変わらない。数族の サンダンスの儀式の最も荒烈なハイライトは、儀式の4日目の千秋楽に行われる、ピアッシングの苦行である。これは、自らの肉体の痛みを引き換えとして、大精霊に祈りを捧げるという苦行である。ピアッシングは、穴を開けるというような意味だが、儀式の形態としては、ボディーサスペンションの方が、より近い。ピアッシングを行う踊り手は、儀式の前に、 聖なるパイプを手に、フレッシュ、オファーリングという、ピアッシングの誓いを立てる。これを誓った者は、4年間、必ずピアッシングの儀式を行わなくてはならない。踊り手は、わしの爪や串を、胸の肉に刺し、バッファローの生皮で柱と繋ぐ。そして体重を後ろにかけ、再び日の出から日没まで、太陽の踊りを踊る。この苦行は流血を伴い、 踊り手の体力を極限まで奪う、非常に荒烈なものである。傷口には、ハエがたかり、意識は、朦朧となって、最後には、肉が断ち切れたところで、儀式は最高潮を迎え、一斉に、女たちが、ビブラートでこれを称える中、踊りは終わる。守備よく肉が切れた場合は良いが、いつまでも切れなければ、友人たちが体を引っ張るか、呪いし役は、キアーピが ナイフで肉を切って解放する。柱につなぐよりももっと痛みを伴うものは、バッファローの頭蓋骨を生皮で体につないで走る、ピアッシングである。この場合、友人たちが頭蓋骨が割れるよう手伝ってやる。この苦行は白人たちに、若い戦士が勇気を誇示する通過儀礼であると解釈され、これに基づく文献も多いが、これは誤りである。彼らは、 かけがえのないものとして、自分の肉体と痛みを大精霊に捧げ、部族の安寧と発展をただ祈乗るのである。数族の選手チェイスト・バイ・ベアーズは、この苦行についてこう語っている。体は、自分のものだから、誰かに、自分の体や肉を与えることは、自分の本当に、唯一のものを与えるということだ。シャイアン族やカイオワ族など、太陽の踊りを行う。 他の平原部族も、ピアッシングの苦行は行わない。マンダン族の大きいパが弾圧され、途絶えた今、インディアン部族では、ここまでの苦行は、数族独特のものとなっている。レッドパワー運動や AIM によって、サンダンスの儀式は全米に広まった。現在では、女性もこれを行うようになり、また、数族の、ピアッシングの苦行には、数族以外のインディアンや、 民族も参加している。また、近年数族との交流を深めている、ナバホ族は、儀式にピアッシングを取り入れている。すべての重要な決め事の前に行われる、スウェットロッジは、全米のインディアン部族に見られ、マヤやアステカでも行われた重要な儀式である。かつて平原の部族はほとんど毎日この儀式を、行っていた。部族によって様々に違いはあるが、 数族では、この、治癒と清めの儀式は、イニカガアピオケヤと呼ばれ、以下のような作法で行われる。一般的なスウェットロッジの構造この儀式は、縦12横4本の木の枝で組んだ、高さ1メートル半ほどの円形のドームに、バッファローの毛皮をかけた、小型のウィグワームで行われる。立てる場所は必ずそばに、水があり、知恵の力を持つという白柳が生えている場所を選ぶ。 小屋の床には聖地が敷き詰められ、中央には、炉が切られる。その際出た土は、入り口近くに盛られ、うんちと呼ばれる。そのそばに4本の棒を東西南北に、重ね、聖なる石と眼下に、聖地の葉を刺して、聖なる茶ヌンパを立てかけたバッファローの頭蓋骨を置き、ペタオイハンケシュにの祭壇を作る。小屋の外にはまた、泉や川から汲んだバケツの水、 熱く焼いた石が用意され、この石は手順にのっとって、鹿の角か専用のフォークに乗せて、中へ渡される。スイートグラスは、インディアンの儀式に欠かせない、主役である。日本名西洋甲賀や、春香屋儀式は、長老閣の呪い石が進行し、人々は、太陽の動きに習い、右回りに小屋を回って、中へ入る。中は真っ暗で、男女が一緒に入るものであるが、 近年では、男女別々に行われることが多い。呪い師は東側に座っていて、真っ赤に熱した石が、炉に置かれると、呪い師によって、スイートグラスの葉で、水がふりかけられ、室内に蒸気が充満する。香り高いこの蒸気を全身にすり込みながら、人々は大精霊、祖父母の霊に祈りを捧げ、部族の平和を願う。暑さに、我慢できなくなった者は、 三宅へ親野心と唱えると、外の空気を入れてもらえる。熟練した呪い師は、かなりの高温のイニカガーピを、毎日のように行う。現代数族の呪い師、レオナルドクロードッグは一度黒人活動家と、この儀式を行ったが、この活動家は、あまりの暑さに数分で外へ飛び出したそうである。従来は、男女混合で全裸で行う儀式であるが、 近年はタオルを体に巻く場合が多い。インディアンは夢を非常に重要視し、夢から啓示を得ようとする。サンダンスでは、チャンワンに触れている時か、ピアッシングの苦行の際に啓示を受けるとされ、この夢は非常に重要視される。タタンカイオタケは、リトルビッグホーンの戦いの前に、聖なる岩の上で、一人サンダンスを行い、第七騎兵隊が全滅するビジョンを得た。 現在も夢から啓示を得る儀式、ビジョンクエストは多くのインディアン部族の成人の儀式として重要であり、これは数族ではハンブレチアと呼ばれ、思春期を迎えた若者や問題を抱えた者が身山へ分け入り、一人っきりで断食の苦行を行い、未来につながる夢を得るのである。この苦行には呪い師や友人、親戚が後見人につき、一緒に山へ入り、 まず、イニカガアピオケ屋に向かう。この際、色とりどりの布やタバコの葉、呪い袋、神聖な石やいろいろな動物の頭蓋骨などが備えられる。苦行者がこの穴に毛布にくるまれて入ると、その上に防水布と土をかぶせられ、埋葬されたような格好となる。こうして、穴の中で苦行者は四日四番、飲まず食わずで大精霊に身と骨を捧げ、ビジョンを買うのである。 岩の上焼きの陰でこの苦行を行う者もいる。多春香いとこは岩の上でこれを行った。女子の場合は二日二番で穴に入らず岩焼きの陰で行う。この際に穴に持ち込めるものはワグムハと聖なる茶ぬんぱ、タバコの袋のみである。苦行者が男性ならこのワグム派にはその妻や母親、祖母、妹などが チェピワヌミアンピという特別な儀式を行い、彼の痛みを和らげるようにと、自分の腕の皮膚を切り取って、数十のかけらに切り分けたものが中に詰められる。苦行者はこの肉親の痛みを癒しとして、ワグム派を振り鳴らし、祈りをただ捧げ続けるのである。4日間の苦行が終わった時、そのものは成人となり、インディアンの名をもらう。呪い師から受けた夢の啓事の解釈は、 その後の人生の指針となる。20世紀の数族の呪い師ターカイしてはこのハンブレチアで、自らが鳥となって、大空を飛び、祖父ターカイしての霊に会い、その名を受け継ぎ、正式に呪い師ターカイしてとなった。18世紀末の数族の勢力範囲と、現在の居留地現在、ダコタ族は、ミネソタ州、ネブラスカ州に住み、 ラコタ族は大平原のノースダコタ州、サウスダコタ州に住む。最も人口が少ないナコタ族は、サウスダコタ州のヤンクトンインディアン居留地に住む。数族の人口は19世紀半ばには2万人であったが、現在は約7万人に達する。そのうち4分の1が、現在も祖先と同じ言葉を介すると見られている。他のインディアン部族と同様、 1950年代からの連邦政府の権利保留解消の方針を受け、現在では登録された数族のうち、約半分が、居留地外に住んでいる。ほとんどの居留地が貧困のどん底にあえいでおり、中でも、パインリッジインディアン居留地は、全米でも、最貧困地帯である。パインリッジ居留地部族議長は、インディアンの居留地はアメリカにおける。 第三世界だということを理解してほしいと語っている。インディアン、特に、スー族などの平原部族にとってバッファローは兄弟であり、命の糧であり、かつては生活のすべてを支える存在だった。スー族はバッファローを偉大な存在として、多端化と呼ぶ。19世紀末に白人によって、戦略的に全滅させられたバッファローは現在、 イエローストーン国立公園をはじめとする公園区内で細々と名脈をつないでいる。これらの飼育施設では年次管理等数を超えた個体や冬の渡りの際にモンタナ州区域の繁殖域へ移動する際に公園外へ迷い出た個体は白人によって屠殺処分されていてインディアンたちから激しい抗議を受け続けている。20世紀後半に入りアラスカ州と 本土各地のインディアン部族が、その居留地内に、インディアンの精神の復興を掲げ、この、余剰分のバッファローを引き取り繁殖を図る、バッファロー牧場を次々に開設し始めた。数族は、バッファローが全滅させられ、国立公園に押し込められ、余剰分が白人に射殺される姿はそのまま、インディアンの姿そのものであり、親兄弟であるバッファローの復活は、土地を癒す。 大きな力だとしている。1990年に、数族とアメリカ先住民の漁業と野生動物協会は、アラスカを含む、本土各州のインディアン部族とともに、サウスダコタのブラックヒルズで集会を行い、非営利団体、部族総合野牛組合を結成し、これら、余剰個体のバッファローを彼らの居留地内の、バッファロー牧場で繁殖させる活動を始めている。 現在、連邦公認のもと、EBC には、全米501のインディアン部族が参加し、各州代表組織は64を数えている。なお、アメリカバイソンとの呼び替えのあるバッファローであるが、インディアンは、現在も、バッファローの故障を支持している。EBC の公式サイトの概略文では、アメリカバッファロー、いわゆるアメリカバイソンは、と断った上で、バッファロー故障による、 活動の説明を行っている。数族はこの部族総合野牛組合の最大会員部族であり、1992年にはサウスダコタのラピッドシティに本部が置かれている。イビーシーでは数族とクロー族、アリカラ族などかつて敵対した部族同士もここに手を結んでいる。各州の数族のイビーシーの参与会員部族を以下に挙げる。 こうした取り組みの一例として、パインリージ居留地の数族、アイアンクラウド一家は、EBC からバッファローの提供を受け、1997年から1200エーカーの牧草地をバッファロー牧場としている。パインリージ居留地での活動は、秋地田バッファロー会が行っており、バッファローの回復プロジェクトを4つに区分し、種牛の繁殖を図り、 各州の部族間で個体の交換も行っている。ここでは、子牛の割合は60%に上っている。バッドランズ国立公園は、年次ごとに、余剰分のバッファローを、検疫検査の後、各居留地の数族に変換している。2007年には、ノースダコタの、スタンディングロック数族に、メス13頭、オス12頭、また、 スピリット湖半数族にメス42頭、オス52頭のバッファローを変換した。バッファロー牧場のバッファローが屠殺される際には、必ず呪い師が、部族の言葉で祈りを捧げる。バッファローの毛皮などは、部族の伝統工芸品に利用され、バッファローミートは低脂肪の健康食として、居留地内の部族員に分配される。 また工芸品や肉の一部は e b c を通して販売もされている。連邦政府の高カロリーな配給食料はインディアンの肥満化を招き、これに伴う糖尿病や突然死は数族だけでなく全米のインディアンの抱える病理となっている。バッファロー肉を中心とした食生活の復活はインディアンの文化復興だけでない大きな意味を持っている。インディアンカジノは 貧困にあえぐインディアン部族にとって現代のバッファローと呼ばれ経済的な最後の切り札となっている。ほとんどのインディアン部族の居留地は産業を持てず貧困にあえいでいる。1950年代から始まったアメリカ連邦政府のインディアン部族解消方針で限界集落化した多くの部族の居留地が居留を解消され部族そのものを絶滅させられていった。 カジノ運営は、居留地に、部族員を呼び戻し、また引き止める、最後の砦でもある。これらは、カジノを中心にした一大リゾート施設が多く、従業員は、必ずしもインディアンとは限らない。部族を二分する議論を呼びながらも、現在、多くの数族がこれを運営しており、その収入後は、莫大なものとなっている。利益は、部族員の福利構成。 健康医療費、バッファロー牧場開設資金、没収された土地の買い戻しなどに活用されており、この意味でも、部族の生命線である。以下に、数族が現在運営するカジノと死体部族名を、記す。数族は、全体で、ダコタ、ナコタ、ラコタの三つの種族に分けられる。種族同士であるが、別称での呼び合いが多い。東の区分に住む。 四つの氏族がある。サンティス、またはサンテスーとも言われ、方言的にラ行の発音がなく、代わりにダ行の発音を当てるので、ラコタ、ダコタとなった。もともとはミネソタ州の森林地帯に定住していた。ワーペトンシセトン居留地19世紀のワーペトン族の住居南、ブルーレ、スー居留地の案内看板ダコタ四つの氏族中央の区分に住み、 ヤンクトンスーとも言われる。方言的に、ラ行の発音がなく、代わりに、ナ行の発音を当てるので、ラコタが、ナコタとなった。ナコタ二つの氏族、ラコタは大きく七つの氏族に分けられる。それぞれの部族共同体は、国家というような意味の、親手とも呼ばれる。ノースダコタ大学は、大学内のスポーツチームの、インディアンマスコットとして、 戦う崇族という名称を使用していた。NCWA は2005年に、このマスコット名を、文化的に敵対的で虐待的であるとの規定に、基づいて、その使用を禁止した。大学側は、選手のジャージから、敵対的で虐待的と指摘された、スーのロゴを削除して、ノースダコタと入れ替えたが、なおも、スー、及び、戦う崇族の自体を併記し続けていた。 また、戦う数族のロゴもシンボルマークのステレオタイプなインディアン戦士の横顔も使用を継続し、公式サイトでも明記されていた。南北ダコタ州の数族は、これらの使用廃止を求めて激しい抗議を続けた。2012年、NCWA の命令により、同学はチームの愛称及びロゴの使用を停止した。その後2015年、同学の学生、 教職員、その他関係者の投票により、新しい愛称が、ファイティングホークスに決定し、それ以降はこの名称を使っている。17世紀末、ダコタ族は、フランス人商人と同盟を結んだ。フランス人商人は、北米の毛皮貿易で、イギリスに対して優位に立とうと目論んでおり、対するイギリスは近年、ハドソンズ米会社を設立したばかりであった。 ダコタ族は、こうして、ヨーロッパの経済システムとインディアン間の激しい、戦いに巻き込まれることとなった。暴動の想像が1851年、サンテス族は9万6千平方キロメートルの、部族の狩猟地を、166万5千ドルの一時金と、その後の年金の支払いを、代替条件に、連邦政府にしぶしぶ明け渡した。その後11年、 白人居留地監督官らの兵論攻め的なサボタージュで年金の支給は滞り、種牛まで食いつぶすに至り、部族の飢餓は状態化していった。ダコタ族は食料の円滑配給をビアから派遣された、居留地代理人に強く求めたが、連邦政府は南北戦争にかまけてそれどころではなかった。ダコタ族の訴えは放置された。1862年、 前年の不作と冬の飢餓のすぐ後の夏、飢餓状態の三手数に対し、地元の白人商人たちは彼らにそれ以上の貸し付けをするつもりはないと告げた。白人の商人のアンドリュー・ミリックは、インディアンどもが植えてるんなら、草でも食わせてればいいんだと方言し、数族の恨みを買った。1862年8月17日、4人の数族が狩猟の帰りに、 ロビンソン・ジョーンズという白人の農場のそばに立ち寄り、一人の戦士がここの鳥を取ろうとして、いさかいとなった。鳥を盗まない方がいいとたしなめた戦士は、臆病者と罵られ、これに反発して、俺は白人なんか、怖くないぞ、見てろ、白人を一人殺してやるからなと言い捨てて、行きがかりで、ジョーンズ一家と近隣の白人を殺した。たおやてでタ,タまたは、 リトルクロー州長三手数族は徹夜で公戦か和平か前後策を話し合った。タオヤテドゥタ州長は公戦に反対し、一人、二人、十人白人を殺せば、やがて銃の十倍の白人が我々を殺しにやってくると警告した。しかし、三手数の十一年間の恨みは積もりに積もったものとなっていて、もう公戦論を抑えることはできなかった。 リトルクローラは、レッドウッド滝のそばのアメリカ連邦政府の出先機関に攻撃をかけた。こうして、サンテスーは、一斉放棄し、ミネソタ川沿いの白人の入植地に向けて攻撃を仕掛け、白人がダコタ戦争と呼ぶ大暴動が始まった。数族は、彼らと友好的な白人の農場は襲わず、殺さなかった。しかしその外の入植白人たちは、 徹底的に殺戮された。前出のアンドリュー・ミリックは、口に草をいっぱいに詰め込まれた、姿で殺されていた。暴動から気の見気のままにげけ、途方に暮れる、白人宣教師や、教師の家族この数族の暴動は、ヘンリー・ホプキンス・シブレー大佐が急遽民兵を募って、組織した軍勢によって、4週間後に制圧された。2000人の子供も含めた。 老若男女のダコタ族が白人によって捕虜にされた。1862年11月5日のミネソタの軍事法廷で392名のダコタ数族が数百名の白人農家を焼き、殺害した都ガで有罪を宣告され307人が公主刑の判決を下された。被告側弁護士や傍聴人は許されず5分未満の裁判で多くが断罪された。 シブレーは、全員の即時処刑を主張し、ビショップ・ビ・ヘンリー・ウィップル主教と対立した。エイブラハム・リンカ・アン大統領は284名の、戦士の死刑宣告状を変装し、強姦や殺人の疑いのある38名のダコタの男性の、公主刑の実行のみ署名した。 総勢38人のダコタ族に対する一斉公刑執行1862年12月26日、ミネソタ州マンケートのスネリング取において、特別あつらの公主代の上で、38人のダコタ族インディアンの同時執行が行われた。この一斉執行数は、アメリカの刑視で、未だに破られていない。メディシンボトルとシャコビーの日州長はカナダへ逃げたが、 国境を越えたアメリカ陸軍によって捕獲され、麻酔薬を飲まされ、犬ぞりに乗せられて、ミネソタへ運ばれた。シャコビーは、初境台に登る際に、記者の汽笛を聞き、白人がやってくるにつれ、インディアンはいなくなっていくと言葉を残した。リトルクロー州長は、北ダコタイ逃げた一人だったが、翌年の夏に、ミネソタで野生イチゴを摘んでいるところを待ち伏せしていた。 白人の王府に射殺された。無関係な数族1700人も兵の中に収容されたリンカーン大統領はその後4年間サンテ数族への年金の支給を中断して代わりに白人の遺族にそれを与えた。もともと居留地への年金支給はまともに行われずこれが暴動の原因となったことにリンカーンは注意を払うことはなかった。こうして アメリカ政府の居留地への無関心によって、ダコタ族はさらに上に苦しむこととなった。また、暴動に加わらなかった、1700人の無関係な、数族も捕虜にされ、翌年には、さらに西方の居留地へ、強制移動させられた。反乱中と反乱の後、多くのダコタ族とその同胞は、ミネソタとダコタ東部からカナダへ逃れ、または、 ミズーリ川東岸のクロークリーク居留地へと移動させられる前の少しの間にジェームス川流域に定住した。数名の者はヤンクトネへと結びついて合衆国軍と戦い続けていたラコタ族の一団に加わるためにはるか西へと移動した。他の者はミネソタとその東の21世紀まで残るノース、サウスダコタ州の小さな居留地に残ることができた。 あるものは、ネブラスカへ向かい、そこは、ミズーリ川東岸の今日のダコタ数族の居留地となっている。カナダに逃れた者の,の子孫は、八つの小さな、ダコタ族居留地として残っている。パウダー川の戦い、ボズマン街道の戦争と、パウダー川の戦いとは、1866年から1868年までの、ワイオミング順州とモンタナ順州で行われた、数族及び、 シャイアン族と合衆国の間の武力紛争のことで、白人から彼らにとって著名な数族部族員である、レッドクラウドにちなんで、レッドクラウド戦争とも呼ばれる。ワイオミング北中部のパウダー川流域の占有権を巡って行われた戦いで、そこには、モンタナの近郊山への第一のアクセスルートであった、ボズマン街道が通っていた。 戦争は1868年のララミー砦条約で和解が持たれ白人は砦を閉じミズーリイーセのダコタ地方ブラックヒルズプラット川とビッグホーン山脈間の土地を永久に彼ら数族に与えると条約で約束したちなみにレッドクラウド自身はこの戦いに何ら関与していないまたこの時代の数族の大権限を持った長老たちは ビッグ・ベリーと呼ばれていたが、レッド・クラウドはこの、ビッグ・ベリーの中にも属していない。スー族とシャイアン族にとっては、パウダー側の戦いは彼らの戦争であって、レッド・クラウド戦争は、単に白人側がそう呼んでいるだけのことである。1876年から1877年、ブラック・ヒルズ戦争が起こった。ラコタ族とシャイアン族が、 合衆国軍と一連の戦いを交えた。最初の戦いは、パウダー川の戦いに始まり、最後の戦いはウルフ山で行われた。1890年8月、シャイアン川のほとりに集まり、ゴーストダンスの準備をする、シハタンカバンド。この4ヶ月後に、彼らは米軍によって、皆殺しにされる、ウーンデッドニークリークでの虐殺は、 合衆国とラコタ族の間の19世紀最後の大きな虐殺事件だった。ウーン・デッドニーの虐殺の後、死亡した数族を埋める民間人アルバイト1890年12月29日、合衆国第7騎馬隊の500名からなる陸軍部隊は、ラコタ族の一派、ミネコン十族のシハタンカバンドの一団を、ネブラスカ州オマハへと強制連行する途上で、 彼らを無差別銃撃で虐殺した。新派ンカバンドは混乱の中逃げ惑い、女と子供を含む150名以上のミネコン獣族が死亡した。徹底的な無差別銃撃であり、死んだ白人兵士25名は、味方からの誤射によるものだった。新派ンカバンドの多くが、信じることで白人の弾丸が効かなくなるという、ゴーストダンス教の教義を信奉していたことが、 この白人による虐殺の要因となった。現在、この民族大虐殺を風化させないようにと、虐殺の日に合わせて、数族の未成年者も含む有志の一団が、極寒の中、支派単歌バンドの辿った順路を牙で再体験する、折衷行進が毎年行われている。初期のフランス人入植者は、様々な就職語を、数につけて表現している。例えば、 スクー・オブ・ザ・ウエスト、ウエスト・スキュス、スー・デ・プレリーズ、スー・オキサデントークス、スー・オブ・ザ・メドーズ、ナ・ドゥーシス・オブ・ザ・プレーンズ。プレリー・インディアンズ、スー・オブ・ザ・プレーン、マスカウトンズ、ナ・デュエションズ、マスカウティーンズなどエッシスー・ナ・マドなど。西部劇映画の中で、スー族は、格好の悪役として、デタラメな姿で銀幕に登場してきた。ありがとうございます。